どうものりごとです。今回は2020年秋に買った服を紹介したいと思います。秋といってももう冬初冬なんですが、ちょっと遅くなってしまいましたが紹介です。はい、まずはこれですね。やっぱりニューバランスの 990V5、 ニューバランスを代表するフラッグシップモデル990番の、最新世代なのかな。2019年の中盤頃に登場した今一番新しい990番台のニューバランス。1000点中990点という歌い文句の靴、登場した時からもう買おうかとずっと悩んで1年ちょい経ってしまったんですけれども、ようやくね買ってみました。インソールを変更するといいということだったので、純正の1500円かなした、ニューバランスのインソールに変えてみて今履いてるんですけれども、本当に抜群の履き心地です。包まれるような柔らかさと安定感を兼ね備えたね履き心地。少し前にニューバランス大好きな方と話したら、もう990番台も何足も持ってたり、1000番台2000番台とかもいっぱい持ってるという方が履いてたので話していたら、ついついこれを選んじゃうと、 990V5 を選んじゃうと言っていて、履き心地がとにかくいいから、他にもデザイン的にもねいい靴はいっぱいあるんだけれども、これをつい履いてきちゃうという話を聞いてからね、これはやっぱり買うしかないなと思って先日買ったんですが、登場したての時はこのダッディなスタイル、デザインがいまいちあんまり気に入ってなかったので、それが購入をちょっとためらっていた点でもあったんですけれども、1年ちょっと経ってだんだんとこのデザインはこのデザインでいいなと思ってきて、不思議なもんでね、いいなと思ってきたのもまあ買ったきっかけではあるんですけれども、僕も満足です。足の足ウィズも3種類から選べて、僕は一番結局細いウィズにしたんですけれども、幅広な人だったりでもぴったりと履くことができるシューズ。サイズはウィズが D で 26.5、 普段いつも 26.5 でそのままサイズぴったりサイズです。ちょっとね高かったので迷ったんですけれども、3万円かな、買って満足です。これからねどしどし履いていこうかなと思っております。続いてはこれも何年か前からずっと気になっていた服だったんですけれども、スノーピークのフレキシブルインサレーテッドカーディガン。スノーピーク中の人の着用率ナンバーワンと言われるフレキシブルインサレーションシリーズのカーディガン。ストレッチの効いた柔らかな着心地で、秋口はアウター、冬はミドラーになるというね、なんかそんなような服をいっぱい持ってる気もするんですけれども、気になっていたねスノーピークのこれも買ってみました。カーディガンタイプなのでさらっと羽織れ、ストレッチもすごくて柔らかな着心地。2万円かな19,800円。これはカラーはベージュで L サイズですね。身長178センチの70キロです。着心地柔らかでカーディガンタイプなので、家の中でちょっと肌寒い時なんかにもねさらっと羽織れて使えそうだなと思っております。そして次はジャパンブルージーンズのカリフシリーズ。これもう計3本目なんですけれども、このカリフシリーズ買ってしまいました。10オンスのソロテックスを使ったカタリナ。結局買っちゃう履いちゃうジーンズなんですけれども、これはソロテックスを使っていて、ストレッチもバッチリ効いてシルエットはスキニーなんだけれども良好な履き心地と。カタリナ MacOS はねビッグサーにアップデートしてしまいましたけれども、ジーンズはねカタリナでいきたいなと。以前に購入したこのジャパンブルージーンズのカリフシリーズ2本は、テーパードシルエットで M サイズを購入したんですけれども、これはもっともう1段階細いスキニーなのでということもあって L サイズを買ってみました。多分前の2本もどっかの買ってた服紹介の動画で、紹介してると思いますので、よかったらねリンクもちょっと探して貼っておきますので見てみてください。本当に綺麗なシルエットで、クラッシュの加工なんかもないすっきりとしたね、色落ちのみのデザインなので履きやすいなと思います。定価 19,800 円なんですけれども、これセールで 12,000 円ぐらいになっていたので思わず飛びついてね購入してしまいました。次は一応これかシップス別注のラッセルアスレティックのピグメント加工の
ロングスリーブ T シャツ、ウェブ限定だったかな、これ確かウェブで買ったと思うんですけれども、このカラーがなのかな、ベージュカラーの L サイズ、ピグメント加工を施した T シャツ好きで、ここ数年よく着てるんですけれども、顔料を使って染める技術で色を表面だけにのせているので、洗濯をした時の色落ち感が、ヴィンテージ感がなかなかいい感じで、1枚で着てもさらっと1枚で着てもいい感じで気に入っております。胸ポケットが1つついていて、袖口にロゴがついている T シャツ、そんなところかな、そんなところでしょうか。ということで今回は2020年秋に購入した服を紹介させていただきました。もう冬に突入しておりますので、冬にね買った服も紹介できればと思っております、考えております。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。